はい、皆さんこんにちは。魚屋の高橋でございます。はい、急に話し始めてびっくりされた方もいらっしゃると思うんですけれども、今まではですね、ただただ魚をさばくだけの動画を作らせていただいていたんですけれども、今回からですね、ちょっと新たな試みとしてさばき方の解説なんかもしながらですね、動画を楽しんでいただけたらなんていうふうに思っております。はい、今日はめちゃめちゃでっかいヒラメが入りましたので、こいつをさばいていこうという感じですね。今日のは福島県相馬市原釜港のですね、底引きもんですね。沖合底引き網漁で取れたヒラメになってます。はい、じゃあ今鱗取っていくんですけど、このビーンっていうやつ、これね、これうちで使ってる電動鱗取り機なんですけど、間違いなくご家庭にはないと思うんですけれど、はい、こういった使って鱗を取っていきます。すき引きをするのが一番いいんですけれど、今うちだとですね、これを1日100キロとか200キロとかそれぐらいの数量を磨くので、なかなかそこまで手間をかけられないというところでですね、こういった電動鱗取り機でこうビーンとやってるところですね。はい、あと金沢市ですね、金沢市使う方とかもいらっしゃると思うんですけど、やっぱりうちは食品を作ってる工場なので、ちょっとですね、食べ物に金属が混ざると良くないというか、大変なことになってしまうので、そういった意味でもちょっと金沢市ではなくね、こういう機械を使っていますっていうところですね。はい、そう言ってる間に終わりました。これちゃんとまな板洗いましょうね。はい、じゃあさばいていきますか。ヒラメって大体5枚おろし、真ん中から割ってですね、5枚におろす方が多いと思うんですけれども、僕はいつも3枚でおろしてますね。理由としてはこれが一番早いのかなという感じですかね。僕はこれでやるのが一番早いかなっていうので、たくさんお魚をさばきながら、全然若輩者ではありますけれども、今のところこれが自分的にベストなさばき方かななんて思いながらさばいてますね。はい、このカリカリカリ音といいですよね。僕好きなんですよね、これ。はい、でここで外側の縁側までやっちゃってますね。でこれ結構慣れてないと難しいんで、慣れるまではひっくり返して逆側からベッド行くのもいいかなって感じですかね。じゃあ反対側もですね、こうやって外側にガイドラインを1本ビーッとこう入れて、で入れたところから骨に沿ってこうカリ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 、何回もカリ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 と。はい、これちっちゃいヒラメとかだとね、2回ぐらいでいけるんですけどね、なかなかこのサイズのヒラメだと何回もちょっとやらないとって感じですよね。はい、これちょっと黒い方はですね、身が白い方と比べて厚いので、ちょっと奥までねいけなくて、反対側にこうひっくり返して、でもう一回外側からガイドライン引き直してさばいてます。いや、めちゃめちゃ肉厚ですからね、これ。どんなもんでしょう。ちょっと残っちゃいましたね、すいません、修行が足りないですね。こんなもんすかね。はい、元練習します。そんで次はセンターでこう割って骨をすいていくんですけど、これヒラメね、ピンボーンつって、このセンター沿いにですね、骨が入ってるんですよね。なんで半分に割ってからこういう感じでこうこの骨、真ん中についた骨を落としていきます。僕はいつもこの腹側につけますね、中骨は。はい、
で腹骨をすくと。でこの時結構はみ出してるやつは僕バツッと切っちゃいます。この後切り身にする時もどうせ使えないので、あれはなんかまあまかないでですね、塩焼きにしたりとか煮付けにしたりとか、油はすごくある部位なので、そんな感じで好きなように食べてみてください。で縁側は外します。ちっこいヒラメとかだとね、縁側ついたまま皮引けるんですけど、さすがにこのサイズだとですね、大変というか結構難しいので取っちゃいました。これ見てください、これ指に3本分ぐらい割りますよ、これ。はい、これは僕の晩酌用に持って帰ります。そんで、はい、皮を引いていきます。僕はあれですね、皮引くときは内側にこう包丁を引く派ですね。外側にこうゲッゲッゲッとこうやられる方もいらっしゃいますよね。僕はあんまり皮引き得意じゃなくてですね、というのもまあうちの工場はあれなんですよ、担当を決めて作業分担しているので、僕はいつも三枚おろしのところを担当してやってるので、はい、なかなかちょっとね慣れてないっていう、まあ、言い訳になっちゃいますけどね、はい、そんな感じですね。で今回はフライにするんですけど、結構サイズがでかいので、こんな感じでね半分に割ってから切り身にしようかなと思います。あんまりねこう身を厚くしすぎると中まで火通るまで時間かかっちゃうので、なるべくこの切る面を広く取って、でかつ食べ応えのあるサイズにっていう感じですね。今回はだいたい 40g ですね、 40g ぐらいのカットでやってますね。でこうやって塩を振って脱水させます。ちょっと寝かせます。で寝かし終わったらこんな感じですね。これちょっとやっぱ塩振るとですね、汗をかくというか、身からこう水が出てくるんですよね。これちょっと斜めにすると水垂れてくるの分かると思うんですけど、はい、これが意外と臭みだったりとかするのでね、でこの一塩するとほらこの身がこうプリッという感じになって綺麗になるんですよ。でまあ、さーっとね表面に置いた臭みを含んだ水をこうやって拭いて、一個一個丁寧に拭いてあげます。優しく。いいですね。はい、じゃあフライにしていきましょうか。まずこうやって内子、これ小麦粉ですね。表面にこう小麦粉をさっとまぶして、でこれバター液っていうんですけど、小麦粉と水をこう溶いたやつですね。卵使わないです、今回は。卵を使わずにこうやっちゃいます。でそんでパン粉をこうまぶして揚げますね。でこれうちの通販で売ってるフライものもこのパン粉なんですけど、仙台のメーカーさんの生パン粉を使ってます。この生パン粉めちゃめちゃ美味しいんですよね。じゃあ揚げます。いいっすね。パチパチパチとねお腹のすく音が鳴りますね。今さっと油を切って食べましょう。じゃあすいません、いただきます。サクサクなんですよね。これね、やっぱヒラメのフライってですね、ヒラメって身の繊維がこう結構細かいというか、タラだと結構水分量が多くてジュワって感じなんですけど、ヒラメはどっちかというとこう道っていうかね、道ふわみたいな。ちょっと何言ってるか分かんなかったですね。はい。まあ、ご自分で作られるか、通販でも売ってるので、はい、実際に食べてみてくださいって感じですね。でこれ中濃ソースも合うんですよね。
まあ、そのままね、薄塩振ってるので、そのままでも下味がついてて美味しいんですけど、まあ、プラスアルファでこんな感じでね。ごちそうさまでした。バイバイ。